いやちょいっと見つかるようなところじゃねえ上がりが町の敷居の下だよそんなところに紙入れのやつが潜り込んだんだよへえちょいっと手職を貸してくれ平次が内玄関に入ると磯松は不奨不奨に手職の用意をしてくれますどの辺でしょうもっと奥だよ紙入れのやつはまた念入りに潜り込んだんだその騒ぎを聞いて 奥から出てきたのは老いの世の吉でしたおや銭形の親分紙入れを落としたんで戻ってきたよ実は八五郎が飲み足りねえと言い出すんでねおやんそんなこと八五郎は少しうろうろしておりますおや紙入れは見つかったが敷居の下紙入れと一緒にこんなものが入ってるぜこのかんざしは誰のだこう曲げたんじゃ 耳かきの代わりにもならねえが。平治は、世の吉の花の先へ、足の曲がったかんざしを突きつけました。第3章。世の吉は、何やら腑に落ちない顔で、平治の手からかんざしを受け取りました。縄文はついておりますが、無残にも足の曲がった平打ちの銀かんざしです。これは、おさまさんのかんざしですよ。中影になった、 姫津田の門に間違いもありません。与の吉はそう言って平治の手にかんざしを返すのです足を曲げたのはそいつは私にも分かりません本人に会ってみよう平次はこう言うのですさっきまでの衰退はぬぐうがごとく消えて妥協を許さない激しいゴ気ですおじはもう休んでしまいましたがいやご主人に会うんじゃねえその お沢さんととに聞きてえことがある。では与の吉は平治の石に引きずられたように奥へ案内するのです「世の吉さんそんなことしてもかまいませんか?」。後ろからそういうのは下男の磯松でしたこの四十男はお客との酒の席へ出たり主人のお湯をたしなめたりなかなかの権力を持った存在のようでもあります。世の吉は立ち止まりまりしたが、 後ろから事務的に冷静に平次の追い立てる目を感じると諦めた様子でまた廊下を進むのです道は左へ折れました「ここじゃねえのかいえそちらは叔父の部屋で女が二人いるそうだがお峰さんの方は叔父の部屋におります」。人ののををごとに帰るハーレムの豪勢な愚劣さを感じて 平次はちょっと立ちよどみました八五郎は顎をしゃくります黙ってうつむいた世の吉少年は無関心な様子をしておりますが全身に脈打つ月光を隠しようもない様子ですさあ行こう平次は気を取り直して促しました道はお屋を離れて短い廊下になります恐ろしく厳重な通路で外からは 建物の一部としか見えないことでしょう世の吉の持った手職が陰惨な焼きに瞬いてとうとう降り出したらしい雨の音が聞こえますこの部屋ですがしばらくお待ちくださいどこへ行くんだ手職を縁側に置いてそのまま立ち去ろうとする世の吉の後ろから平次は声をかけました私はここに入ってはいけないのです おじに聞いてまいります甥の少年はハーレムの宮殿へは侵入することを許されていなかったのでしょういやそれには及ばねえ俺が兵るのに何の司祭もあるねえ相手が何であろうといわば金のある常人にすぎません平治は床の上から手職を取って突き当たりのか,らかみの前に立ちました八五郎はその後ろに控え与の吉は せんかたもなく廊下に立っておりますごめんよお沢さんちょっとあげてもらいてえが平次ですよおめえさんはあしに用事があったはずだが平次はからかみの外から声をかけましたが中からは何の答えもありません遺書か恋文か第一章あげるぜかまわねえだろうな二三度声をかけて返事がないと 平次も少しじれ込んだよぼすですいや平治の本能がからかみの中の何やらを感じたのかもしれませんおやぶん押しが受けましょうか八五郎は横合いから顔を出しますこの男の方がこういった時には平治の三倍も横着になるのです平次は黙って一歩退きました入れ替わって八五郎の熊手のような手が尺道の古い 引き手にかかると何の遠慮もなくさっと一気に三尺のからかみをいっぱいに開けるのでした「ほっ!」「六畳の部屋の真ん中明かりをつけたまま若い女が一人取り乱した風もなく床柱の前にずんのめるようにうつむきになって死んでいるではありませんか」「平次と八五郎は飛びつきました」引き起こすと もう冷たくなりかけておりますが首に巻いたのは細くて真っ赤な絹紐これは平地の腰に刺している実手の紐そっくりですが実は部屋の隅にあった遺構の紐をちぎったものらしくそんな貴族的な豪勢な道具を備えているほどこの女部屋は贅沢なものです女はもとよりこときれて呼びかしようもありません 多分自分の手で自分の首に紐をかけ端っこを唐木の床柱に縛って座ったまま前にのめって自殺したものでしょうとっさの間に平次は辺りの情景を見ましたこの金谷の構えの立派さに比べてちょうどの貧しさは妙な対象ですが奥の女部屋町愛の妾お騒の部屋は 主人のモザエモンの部屋などとは比較にならぬ豪勢さですおそらくモザエモンは偽善的な昔の名君のように貧乏くくケチくく生活を作り上げてその筋力を高級のおごりに傾けハーレムの魅力に陶酔するのを一つの哲学にしていたのかも分かりません襖の引き手は金銀の雑眼であり 青だたびの青さにも、夜のものの柔らかさにも、贅沢が盛りこぼれます。自害なら書き置きがあるはずだが。平治はふと気がつきました。殺されたものなら仕方はありませんが、これだけ準備をして、こんなにきれいごとに死んだ女が、遺言ひつ残さないというはずはありません。それに曲がったかんざしを平治の帰る廊下に投げ出して、それとはなしに、 注意を引いたのも平治がこの屋敷へ来た時廊下にちらりと姿を見せて思わせぶりな様子をしたのもこのおさばという女に違いないのです女が遺言を隠すなら平治はそんなことを考えましたちょっと見ただけでは誰にもわかりそうはなくて間違いもなく平治の手にいる場所でなければなりません手箱か兄弟かいやいや それはあまりに常識で簡単すぎます。コール台の下かいや紐を引きちぎった遺構の下か、自分の懐の中か、平次は死骸を抱き起こしました。何心なく見ると懐が少しくつろげてあります。恥おめえはここに入っていたものに気がつかなかったか。平次は八五郎を振り返りました。 あの磯松の野郎がなんか抜いていきました親分が袋戸棚を探している間に八五郎はケロリとしてそんなことを言うのです第二章お騒の死骸の懐深く探ってその遺言を持って逃げたという磯松はそれっきりどこへ行ったかわからずしばらくすると「あんという騒ぎだもう夜更けだというのに主人のモザモンは急に」。 姿を改めたらしくそれでも取り乱さぬ程度に不機嫌な顔を出しましたお沢さんとやらがこの通り死んでいますよそれは世の基地から聞いたが何としたことだ足は気になることがあって御門の前から戻ってみるとこの通りですこれは一体平治の調子は厳しくなります私は何にも知らない このの間から国元の母が呼び寄せるそうで暇をもらいたいとは言っていたが他にお心当たりは何にもない私は決して金持ちじゃないが女どもは若いし贅沢だから思う存分にさせているつもりだお峰に聞くがいいモザエモンが振り返るとか,らかみの影に隠れる予防に少し取り乱してはおりますが緊張と恐怖に 青白く引き締まった若いいい女のの顔が覗いているのです。贅沢でわがままさえさしておけばどんな女も満足しているに違いないと思うモモザエモンの哲学。平次はしかしそれを今さら咎め立てする気持ちもなく美女の死骸とそれをめぐる夜の情景から一つのつながりと因果関係を 手繰り出そうとしている様子です若い女が2人続けて死にました1人は遠くで殺され1人はこの通り目の前で自害をしてしまいましたこの2つの騒ぎに何か目に見えないつながりはなかったでしょうか平次は死骸を前にしてモザエモンに尋ねましたそれは私にもわからないが3人ともいい女であった お絹は勝手でわがままでひどく手を焼かせたがお沢は素直で気立てが優しくてそう言いながら見つめるおわの死骸からは八五郎がハサミを借りて首のひもを切り離しておりますこういった場合結び目をほぐさないようにひもを扱う手品師のようにハサミを借りてパチパチと威勢よく切るのが 八五郎の仕事でもありましたお沢というのはお絹よりはまた二つ三つ老けて見えます愛嬌者らしい豊かな方も魅力的な首筋ももはや死の色に彩られて痛々しいポーズの歪みを見せるだけ昼のままらしい絵文も帯紐の崩れないたしなみもなんとなく哀れ深い姿です。